どうもー、影庵です。野菜、和気牛はね、回収したというところなんですが、あとに関してはまあまああまりこう成長がこうどうなんやろうというところですね。で、野菜とは関係ないですけど、お店がね今年最終日ということになります。まあ、張り切っていきたいと思います。ということで、以上となります。ありがとうございます。